それでは次は柳川の同級生国森との戦いでいきます。こんにちは、ヤヒロです。それではですね、対国森戦ということで、解説をしながらやっていこうかなと思います。彼はですね、まあ、KO の中でもまあ、レギュラー戦った戦ってたメンバーの一人で、僕と同級生なんですけども、はい、まあ、社会人になってもなんだかんだ毎回時間があるときは一緒にテニスで遊んでます。まあ、彼はねテニスの、まあ、安定ベースのボールがすごいですよね。伸びてくるんですよね。この伸び方っていうのは結構異次元なんですけども、まあ、そんな彼もチャンスから前に行こうかなっていう昭和テニスを、頑張ろうとしています。これアウトですね。とにかくね、すいません、甘くなったら前に行こうかなと思ってますけど、甘くなることがそもそも少ないのでちょっと見計らないといけない感じ。そしてバック、これ入ってる、厳しい。やっぱね、ボールの質が高いから、ちょっと油断できないんですけども、これはどうする、まあ、どうする、入りました。これはギリギリ入りました。アウトかと思ったら、ギリセーフみたいな、そんな感じでしたね。もう1ゲーム目から、大波乱みたいな。そして彼も、昭和テニス。このサーブ&ボレーっていいですよね。僕も対抗します。僕も彼のストロークに負けじと前に行って、そして、ボレー、スマッシュか。はい、ナイスショット。これも前に行ってプレッシャー、そしてボレー、ナイスショット。まあ、彼ねストローカーなんで、その僕と似たタイプかな、似たタイプでもないんですけど、ストローカー同士でストローク戦になると結構やっぱ負けること多いので、こういうトリッキーなプレーっていうのはやっぱり僕の強みとして、今後もやっていきたいなと思ってます。ね、さあ彼も前に来た。そしてよし、決まりましたね。もうどっちが、なんかストローク戦をしながら、どっちが先に前に行くかバトルみたいな、そんな感じです。今度コラボするときは、ちょっと国森道人のフォアハンド大解剖みたいな、そんな解説をちょっとしてもらおうかなって考えてるんで、お楽しみにしていただければ。今回はちょっとそんな時間なかったんで。これは、ドロップ。決まった。いい感じの出だし。2-1 リード。そして前。そしてこれは無理。これはちょっとサーブがしょぼすぎますね。まあ、サーブがしょぼいからやれるので、サーブがしょぼいからやめとこうじゃなくて、もっとよくできるように、もっとサーブアンドボレー出るみたい。サーブアンドボレー出るって決まったら、サーブが弱いままじゃダメなので、ある程度のその質を求めながら前に行く練習を今後もやっていこうと思います。ここはしっかり返して、これ厳しい。ナイスショット。この後ろからでもエース取れますからね。そして前。これちょっと前に行くときちょっと分かりやすいな、サーブ。もうちょっと前体重乗せるのをやめた方がいいかな。滑った。ナイスショットですね。伸びてくるんで、もうちょっとでも厳しければやられます。そして前。これ。これはどうする？よし、決まりました。この前に行ったときのね、このギャンブルテニス。そしてこれは厳しい。これはナイスショットすぎる。これ決めないとしょうがないですね。まあこれは、こういうのは付き物と思って落ち込まないように。これは深い。これはスマッシュ、ナイススマッシュですね。しょうがない。ここは一旦返して、いけると思ったら前に行って厳しい。これはちょっとね、無理したんですよね。ちょっと弱気なアプローチというか、なんか失敗してくれないかなと思いながら出ちゃダメですね。失敗はしてくれたラッキーで、これはナイスログ。そして、決める。ナイスショット。こういうプレーをね、どんどん増やしていきたい。これはもう今後も増やしたいですね。この試合動向じゃなくて。さあ、これは下手くそ。体開きました。左足を後ろに残しておかないといけなかったのに、体が開いちゃって吹っ飛びましたね。このスライスも失敗したくない。スライスは得意なんで、もう失敗はありえないです。ありえないというか、失敗したらめちゃくちゃもったいないんで、ちょっともっと質を上げないといけない。これは厳しい。これは頑張って。これは厳しいかな。これは無理ですね。あ、なんか決まった映像途切れちゃったんですけど。まあ決められました。さあ、マイク。そして、ボレー。そして、
アウト、ラッキー。どんどんプレッシャーが入ります。そしてこれはまだ我慢、相手は前引きか、前引きの失敗。とりあえずね、こういう時は一回ボレー打たせないといけないですよね。そんな簡単に失敗しちゃダメ。これラッキーでした。これは解剖で時間を使ってきた。そして前に来た。これはアウトだったかな。はい、これアウトでした確か。さあ、いい深さ、この高金刺してスライス、そしてよし。これ今までね、ミスマッチばっかりだったんで、このミスマッチからミスをさせたっていうこの形になったのは、僕の進化かなと思います。これ入った、これはラッキーでした。狙ってなかったけどいい感じで振り遅れて入ったみたいな。さあ、このまま逃げ切りたい。 4-3 キープできればアウト。さあ前に行く、これは厳しいボレー弾かれました。こういうね、ちょっとした処理をね、ちょっとレベル上げないといけない。レベル上げるためにどうするかっていうと、どんどん挑戦。これさあ、フォルトが入ってました。そしてこれは、微妙でした。ここで一旦入れて、いい、厳しい。これはちょっとね、振り遅れたんですよね。悪くなかったけど。そして前。ちょっと前に行くときのサーブの仕方、バレっぽいな。ちょっと分かりやすいですね。もうちょっと分かりにくくなる。そしてこれは、スマッシュ、下手くそ、体開きました。ちょっとこれだね、やったらいかんミス。スライスで返して、スライスで返して、これは厳しい、入って、ナイスマッシュですね。これ失敗してほしいなと思っちゃったからダメでしたね。絶対失敗しないと思って返さないといけない。これは無理しました。これは余計なミス、こういうのやっちゃダメなんですよね。さあ4-5で、せっかく 4-3 だったのに、ナイスイタン。頑張りたい、絶対粘る、絶対粘る。それいかん、そのバックのスライスの失敗はありえない。これは我慢、ここも我慢。これはどうする、微妙なロブで、ラッキー、めっちゃラッキーでしたね。ああいうミスをしてくれたら助かります。さあ、マッチお前で出ようとしますからね。こっちも我慢我慢、アウト、よし。そして前、勇気を出したけどダメでした。ナイスイターン。これを前、そしてボレー。これアウトだったのに触ってしまって負けました。ねえな。そんな感じで、ちょっとね、ちょっと今のはダメでしたね。まあ、そんな感じで、今回の試合は 4-6 ということで、まあ、またちょっと近々コラボする予定なので、コラボした時はリベンジできるように、次は外のコートでやろうと考えてます。いやね、やっぱ負けましたね。ちょっとまだまだ、8月、ちょっと大事な試合が、全国掛けの試合があるので、それまでに、頑張って練習しようかなと思います。はい。では、参考になった方は、いいねとコメントと、チャンネル登録の方、ぜひよろしくします。では、そんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためにはどうしたらいいのか、練習方法だとでも、
お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。